はい、おはようございます。ラスカルでございます。なんかこの前ちょっと CM で見たんですけど、モスバーガーさんからマッケンチーズみたいな限定が出てるんですよ。これなんかめちゃめちゃ食いたくなって、今日ねそれをねめちゃめちゃ買ってきたんですよ。まあただそれだけじゃね、なんか足らないので、いろんなね、まあ、モスバーガーとかちょっとねラーメンとかも買ってきたので、今ねそれ出していきます。いいよ、こういしょっと、はい、これまずねマカロニチーズ、マッケンチーズ&コロッケちゅうことで、はいはい、今回はねマッケンチーズを3つとプラス飛び切りトマト&レタスに、モスチーズ、これが照り焼きと、よいしょ、ホットドッグが2個と、で、もうね、トッピングじゃないや、サイドメニューか、もういろいろあるんですけど、ちょっとね、これ一旦すべてメニュー出したいと思います。はい、ということで、ただいまね、商品すべて目の前に出してみました。こんな感じ、確実にね、僕は買いすぎたと思っております。まあ、いっか。うん、いいよね。で、それに加えてね、ちょっと食べたかったんで、汁物として、家系ラーメンも頼んでおります。もちろん、ご飯もあるよってことで。今日はね、ちょっとまた手が汚れそうなんで、こちらの黒手袋を。すべての準備が整いましたんで、いただきますと。今日のメインでございます、マッケンチーズ&コロッケ。マッケンチーズ、まあマカロニチーズがねコロッケに乗っかってる感じですね。すごいのよ、超具沢山。うまっ。うまいけど重さが半端じゃねえわ。チーズとマカロニは重い。なんかソースの方にね梅を使ってるらしいんですよ。ほんのり感じるわ。ちょっとこの後味があると重く感じにくいかもしれない。オニオンリング、うん、やっぱうまっ。モスのオニオンリングってめっちゃうまくない？行くたびに絶対買っちゃうんだよね。じゃあ続いてこちらっすね。多分照り焼き、うん、あ、照り焼きだわ、うん、大丈夫。うん、照り焼きは安定にうまい。うん、ちょっと喉がラーメンみんな大好き、家系でございます。Uber Eats で頼んだんですけど、今すごいよね、 Uber で麺類頼めんだもんね。うん、ちゃんとうまいしな。汁物のつもりで頼んだけど、ご飯詰まるからめっちゃ喉詰まるわ。うわ。続いてモスチキンいっちゃおうかな。これもねうまいよね。揚げたてうめえ。やっぱモスうめえ。うん、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 これ軟骨がうまいのよ。
わかります。うん。てか僕このモスのホットドッグ初めて食うんだけど、皆さん食べたことある？モスのホットドッグ。僕初体験。うまいじゃん。うまいじゃん。持ち帰りでもしっかりソーセージがね、パリッて言うんですよ。これいいね。次、じゃあこれ。定番のね、モスチーズでございます。やっぱモスってさ、このソース、ダクダクなのがたまんないよね。うまっ。皆さんってあのハンバーガー屋さん、有名なハンバーガー屋さんだとどこ好きですか？これ僕前の動画でも話した気がするんですけど、うちはね、母ちゃんがずっとモスで働いてるんですよ。だから昔からね、こう母ちゃんが仕事行ってる時にお土産で買ってきてくれて、夜ご飯モスとか結構あったんですけど、そのおかげでモスダントツで好きなんですよね。もう何食べても美味しいんだよ。わかる？うん。いや、モスうめえな。うん、うん、うん。で、ラーメンに戻ると、海苔ほうれん草の家系最強じゃないですか。うん。で、ライスと、なあ、最高。ちょっとね、もうそろそろ我慢できないんで、ビールいっちゃいましょう。それでは、皆さん、乾杯と。うめぇ。お肉系と合わさった炭水化物三昧と、しょっぱめのラーメンね。絶対ビールうまいじゃん。うまかったもん。うまい。うん。でもやっぱりこんだけ食べると、いや結構お腹いっぱいよ。うん。だいぶ減ってきてはいるけど、お腹たまるね、やっぱりパン系は。うん。結構ね、このパン系って重いのよ。量以上にきついんですよね。やべえ、顎が疲れた。顎が、うん。今日ね、揚げ物めちゃめちゃ多かったし、いくら柔らかいって言ってもやっぱパンはね、辛いわ。噛むのすごく疲れちゃった。うん。ただ疲れたしね、満腹感も来てるんだけど、それでもずっとうまい。それがモス。うん。ちょっと何言ってるか分かんないけど。うん。うん、うん、うん。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 とびきりトマト&レタス。こちらでございまーす。だいぶトマト厚切りじゃないこれ。うまっ。
入ってる？気のせいかな？なんか柑橘系のさっぱりした香りがする。味付けがね、甘酸っぱい感じなんですよね。この酸味加減が全くね、重くさしてないの。でもね、量は多分相当一個大きいと思うんだけどね。うまっ。うん。そういえば最近よくね、視聴者様からとかお店の人とかにもね言われるんだけど、お腹いっぱいになった時めちゃめちゃわかりやすいですよねって言われるの。僕わかりやすいですかね？すぐ顔に出てる、お腹いっぱいの時って。出ちゃうか。うん、でも僕らはお腹いっぱいになったところから限界までがね、道のり長いんで大丈夫です。許してください。ちょっと今麺食べ終わったんで、残りのご飯を全部入れちゃおう。いや、うまそう。いや、うまそう。これさ、めちゃめちゃうまそうなんですけど。あ、もう家系とライスの美味しさはさ、きっとみんな知ってるからさ、説明はいいよね。うまっ。いや、そりゃこんだけ食ったらお腹いっぱいだって。お腹いっぱいだ。今日ね、ちょっと起きてからはまだ何にも食べてなくて、一気に食ったからね、今血糖値がドンって上がってて眠い。話すこととか何まだも回んないわ、やばい。頑張ろう。満腹の時の家系って重っ。脂すごいね。もう最近さ、マジで年取ってきたのか、脂物が食えなくなってきて、なんか昔は重いなんて思ったことなかったし、胃もたれもしなかったんだけど、最近するの。お腹いっぱいよ。
たらこれラストのバーガーでございます。マッケンチーです。やべ、これラストこれって一番重くない？やっちゃったなこれ。アメリカンだね。めちゃめちゃアメリカンだよ。モスってさ、結構さっぱりしたの多いじゃないですか、ハンバーガーの中でも。これモスカレーって一番重いんじゃないの今までで。ナンバーワン、うん、確実にナンバーワン。そしたらこれが最後の一口でございます。うん、いや、よく食べましたね。うん、よく食べた。あー、また。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまモスバーガーでね、期間限定発売されているマッケンチーズ&コロッケ、うん、これと、まあ、いろんなね、モスバーガーとかラーメンすべて食べ終わりました。この今回頼んだマッケンチーズバーガーなんですけど、想像の数倍重かった。おそらくモス史上最強だと思う。その分ね、食べ応えはあるんですけれども、その梅のちょっとした酸味っていうのかな、そのほんのりとした酸味がこう後味をね、スッとしてくれるので、このチーズとかマカロニのもったりとした感じをね、さっとさらってくれるんですよ。だからこれ意外にね、3つ余裕でございました。余裕は嘘、お腹いっぱい。うん。これね、ちょっと期間限定なんでいつまで販売してるかわからないんですけれども、これね、気になった方はぜひね、これ購入してみてください。もし公開するタイミングでもうすでにマッケンチーズ&コロッケがなくなってしまっていたら、それはもうすいません。はい。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。